はい、こちら青大将パターンレスの青吉君、オスですね。かなり鮮やかな色彩と金属感のある光沢。そう、たった今ね、脱皮を完了したようです。脱皮を、脱皮と脱糞を完了したようです。団子もお父さんです。 先日からね、目が真っ白になっていたんですよ。ですんでね、もうじき脱皮するなと思って待ってたんですけど、ちょっと怖いな、手入れるの。一応ね、手袋しましたよ。ちょっと短いけど、まあいいや。ちょっとね、ごめんよ、噛まないでよ。ああ、来てる来てる来てる、怖い怖い怖い。しゃしゃしゃ。はい、こちらが脱ぎたてほやほやの青大将の脱皮柄ですね。ちょっとね、前回のやつがボロボロになっちゃったんで、比較ができないのが残念ですけど、今回も美しく脱ぎ切ってくれております。でね、蛇をね、飼育されてない方はね、あんまりわからないと思うんですけど、脱皮柄ってパリパリのイメージあると思うんですよね、脱皮柄。でもね、脱いだ後すぐはね、相当しなやかです。めちゃくちゃふんわりとした手触り。はい、こちらが脱皮したての青吉くんです。暴れ回ってます。やっぱりね、青子ちゃんと比べるとだいぶ小さいんで、その辺はね、大きさ的には全然扱いやすいんですけど、やっぱり暴れますね。青大将ってこんなもんでしょうかね。ハンドリング苦手です。どうですか？やっと落ち着きました。めちゃめちゃ綺麗です。ね、今日背景をね、黒にしたんで、この美しさがとっても映えているんじゃないかなと思います。まあね、こちら僕のし僕のし僕僕僕のしし、おっと、怒ってる。僕のシャツなんですけどね、これ。シャツに怒るなよ、シャツに。めっちゃ怒ってるんでね、このままちょっと餌やりをして落ち着いてもらおうかと思いますね。どうか今日もね、当てるのはこちらファジーマウス。さあ、どうだ。優しく優しくいきました。さあ、うまく加え直すことができるか。頑張れ。そう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 、よしよし。えらい優しくいったな。はい、1匹目食べ終わりました。ねえ、怖いね。はい、今回はね、2匹目は食べませんでした。まあ、脱皮直後でハンドリングされてね、かなりストレスも溜めてるんじゃないかなと思うんでね、この辺で終わりにしときます。というわけで今回は脱皮直後の青大将の青吉くんの動画でした。ご視聴ありがとうございました。やっぱりビューティフル。